皆さんこんにちは、宝塚特派員のりんりんです。宝塚花の道は新緑が美しい季節になりました。今の時期は紫陽花が見ごろを迎えています。宝塚大劇場観劇するときに、直前や直後にお仕事をしないといけないとき、お店に気を使わずジェンヌさんにお手紙を書いたりする場所があったらなと思うことはありませんか？そんなあなたに今回は宝塚観劇の新ルーティーンをご提案します。まずはベース宝塚へ向かいます。この日はあいにくの大雨でした。ベース宝塚は宝塚大劇場の対岸沿い、湯本町エリアにあります。阪急電車でお越しの際は宝塚南口が最寄り駅です。1日1100円でフリードリンク付きで利用できます。すでにお席にお客様がいらっしゃったので、この日は撮影できませんでしたが、こんな感じで大劇場を望みながらのんびりしたりできます。作業用の机がいくつかあって、とても開放的な空間で作業ができます。今回はオーナーさんにお話を伺いました。営業時間普段、普段は、ですね、はい、9時半から、18時までコワーキングスペース営業してます、はい、でちょっと曜日にもよるんですけども、火曜日、木曜日、金曜日は、19時までやってます、うん、会議結構ね、東京から遠征に来られる方とかも結構使われてて、で朝から来られてコワーキング1日利用とか で、お昼1時からの公演とかを途中で抜けて見に行かれて、でまた戻ってこられるとか、そういう方もいらっしゃいます。また戻ってくるっていうのもいいんですか？味です。それはなかなか。なので2時間利用とかで使われて、そのまま行って帰られる方も当然いらっしゃるし、うん、歌劇見られてから終わってからこっち来られる方もいらっしゃるし、来られて行って帰ってきて、でその間とかだったら荷物置いといてもらったりとかもできるので、もし荷物を預けたい場合は1日利用、そうですね、1日利用してもらったら、出入り自由なので、で荷物に関してはうちは必ずお店スタッフがいてるので、お荷物置いといてもらっても大丈夫です。あ、そうなんですね、まあいろいろ使い方ですけども、その観劇行かれる前後で使われる方もそうですし、でそういうちょっとファンクの方が何人かで、セミナールームとかでお話しされたり、でたまにオンラインのなんていうんですか、衛星のライブビューイングとかをここでセミナールームで、Wi-Fi が強いんで、何人かでシェアされて見られてる方もたまにいらっしゃる。そんな使い方もありなんですね。なるほど、それはなかなかいいこと聞けてしまいました、あとはファンの方もそうだし、当然逆にジェンヌさんが、来られて使われる時もありますし、そのお手紙書かれてるなと思ったのが、この観劇に来られてる方の時もあれば、生徒さんが皆さんに返すお手紙書かれてる時もたまにあります。
皆さん本当に近いですもんね。そうですね、ここからだと歩いて橋渡っていって5分ぐらいで観劇行けますので、結構ね皆さん打ち合わせとかやっぱりなかなか時間をずらせないとかでギリギリの時間に入ってる方とかがちょこちょこ来られて、うん、ちょっと個室のその電話ブースとかで打ち合わせされてから終わりして、電話専用のお部屋もあるんですね。はい、奥の左側ですけどね。ライトも。はい、ということで今日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ぜひ一度チェックしてみてください。続いて周辺の軽食のご紹介です。こちらは宝塚大劇場へ向かう途中の花の道の目の前にあるパン屋さんです。焼き餅も美味しいんですが、今回はパンを買います。どのパンもとても美味しそうなので買うものに迷ってしまいますが、私はぜひ皆さんに買っていただきたいのがこのコアラパンです。1個100円で可愛くて美味しいクリームメロンパンです。続いてキツネの一口さん。一口サイズのお稲荷さんが売っています。プレゼントにも使えそうな、とてもおしゃれで高級感のあるキツネのお稲荷さんです。最後に定番のルマン。花の道セルカの中にもあるんですけれども、今回は南口の店舗に行ってきました。まず食べていただきたいのが卵サンド、そしてフルーツサンドです。ふわふわの卵サンドがとってもとっても美味しいです。皆さんもぜひ楽しい宝塚ライフをお送りください。また次の動画でお会いしましょう。